くぞ。行くよ。レベルアップしたわ。行くよ。一緒に攻撃だよ。アイス、行くよ。やったー。やったでも、キリトはすごいよ。連戦でこれだけ戦えるなんて。さすが攻略組。褒めすぎだよ。褒めても何にも出てこないよ。こうやって褒められたのって、なんか、久しぶりだな。あ、ほら見て、宝箱があるよ。平気だってば。ほら、キリトも早く。
キリト、何してるの？早くおいでってば。見たところ蓋に罠が仕掛けられてる。それは大丈夫、れっきとした宝箱だよ。罠は大したことない。ああ、それって私の腕を信用してないってこと？罠のレベルと種類なんて私くらいになればすぐわかるの。そのためにスキルに随分振ってるんだから。うん、任せておいて。開いた。さあ出ておいで、お宝ちゃん。武器かな、それともアクセサリーかな。じゃーん。やったね。やっぱりこうやってお宝を見つけるのは楽しいな。どうしたの？私かわいい？違う？私はかわいくないってこと？あたふたしてるキリトってかわいいね。冗談だよ冗談。はい、これ私は大丈夫だから、キリトが持ってて。大事にしてよね。人にプレゼントするなんてあんまりないんだから。お店が忙しかったのでエギルさんのお手伝いをしていました。みんな聞いて驚け、俺はついにやったぜ。これが騒がずにいられますかってんだ。俺はついに念願のあいつを手に入れたんだ。見て驚け。
とストレージの、うわあったあった、こいつだ。待ってろよ、今オブジェクト化するからな。おいおい、マジかよ、こいつはフライングバッファローを英語に行く S 級食材じゃねえか。おう、もっと褒めてくれ。え、なになに、 S 級食材って何の話？あ、もしかしてこのお肉が？間違いないみたいね。うっそー、そう言われてみるとなんだか美味しそうに見えてきた。すごく大きいね。何人分くらいあるんだろう。そんなに？フライングバッファローがレアモンスターである上に、英語肉のドロップ率はレア中のレアです。もしかしたらアインクラッド全体でのファーストドロップかもしれません。マジかよ、つうことは本邦初公開ってやつか。俺にもいよいよ運が向いてきたってところだな。いや、運だけじゃねえな、素早く逃げ回るこいつを倒したこの俺の実力も相当なもんってことだよな。いや、空を飛び回るこいつを倒すことがどれだけ難しかったか。ま、コツをつかんだ俺にとっては今やそんなに難しいことでもないんだがな。まずこいつの出現ポイントを見極めてだな、身を潜められる場所を探すんだ。そして奴に見つからないようにじーっと待つ。もちろんそう簡単に奴が姿を現してくれるはずもね。そんなことよりこのお肉美味しいのかしら。そんなことってそりゃあんまりだぜシノ。まあいいか、んじゃ。噂じゃ絶品って話ね。ということでさ、クライン、このお肉みんなにご馳走してくれるんだよね。うん、もちろんだ。ただまあさすがに全部ってわけにはいかねえ。売るつもりがないなら料理方法を考えた方がいいぞ。そうですね、せっかくの S 級食材なんですから美味しく食べたいですよね。この店でみんなに振る舞うってんなら場所は貸すぜ。あとはそこにいるシェフ次第だ。みんなで食べるならもちろん手伝うわよ。よし、決めた。ケチくさいこと言わないで残さず全部食っちまおう。さすがクラインよ、太っ腹。あったりめえよ。そうと決まれば手分けして準備に取り掛かりましょうか。ピーナ、まだ食べちゃダメ、ちゃんと料理してからじゃないと。材料は店にあるもので足りるだろう。肉が立派だからな、添え物程度で十分なはずだって。ああ、しまったな。どうしたの？何か足りないものがあるなら買ってくるわよ。
すまない。じゃあちょっと行ってきてもらえるか。肉料理に合ううまいドリンクがあるんだ。場所はだな。ふーん、なら私も一緒に行っていいかな。なんかお手伝いくらいしておきたいし。じゃあ二人で行こうか。うん。でしたら私とシノンさんはテーブルメイクをしましょう。そうね、ただ食べさせてもらうだけっていうのも良くないわね。キリトはクラインの相手をしてやれ。このでかい獲物を持ってきた今日の主役様だからな。おお、そうだよ。なかなか苦労したんだぜ。何時間も現れるのをじっと待っててよ。おい、キリト、聞いてるのか？それであいつが出てきた時に素早く飛び出てバーン！いえ、今思い出しても会心だったな。その時ばかりはキリの字にも負けてなかったと思うぜ。そこで俺はすかさず奴の背中に飛び乗った。そうして手にした剣で奴の首をガッとな。振り落とされる可能性もあったが、ここで逃げたら男じゃねえって必死で捕まって。たったいま、飲み物を買ってきたわよ。どこに置けばいい？うん、そこの小さなテーブルでいい？ああ、それでいい。こっちもちょうど料理が一通り出来上がったところだ。ちぃ、ここからがまた盛り上がるとこなのによ。まあな。どれどれ。おー、どいつもこいつもすごくうまそうだ。さすが俺の英語肉。まずは何よりステーキでしょう。それとシチューも用意してみたわ。あとはローストビーフにたたきだな。せっかくだから肉の味を堪能できるメニューを頼んだんだ。元のお肉の量がすごかったもの。でも人数も多いからお腹いっぱいにはならないかも。うわ、すげえ豪華だな。さすが英語肉。はいはい、もう二度と食べられないかもしれない高級食材だものね。ありがたくいただきます。でもクラインは相手を狩るコツを掴んだから、またいつでも手に入れられるんだっけ。ならこのお肉をまた食べる機会があるっていうの、羨ましい限りね。お、まあな。でもおめえらは次いつ食えるかわからねえだろ。今日のうちに腹いっぱい食っとけよ。俺様はまたいつでも食えるから、今日はお前らが腹いっぱい食えって。どうともよ、いいに決まってるだろ。男に二言はね。ただお前らが腹いっぱいになってもう食えねえって言うなら、その時は俺も食わせてもらうかな。料理も美味しそうだな。全部食べてみたいけど、一口ずつ食べるとかダメかな。その方がみんなが楽しめるかもしれないわね。ねえクレイン、それでもいいかな。
好きにしてもらって構わないぜ。どうせならバイキング形式にしちまえ。やった！それじゃあ、いただきます。どれも美味しいです。特にこのビーフシチュー、私のお気に入りです。私はやっぱりステーキよね。いかにもお肉って感じの味がしてたまらないわ。私はこの肉のたたきが好みね。タレがまたいい味出してる。そいつとローストビーフのタレにはこの肉から出た肉汁を使ったみたいだぜ。たたきもいいけど、私はローストビーフかな。気が合うじゃねえか。俺もローストビーフだな。肉の味がよく出てる。どれも美味しいですけど、私はお肉のたたきに一票です。うん、どれも美味しいっていうのは私も同じだな。ただ今回のメニューの中ならシチューが一番かな。お野菜と合わせるとまた美味しくて。私もシチューが一番美味しいと思う。くそ、唾が止まらねえぜ。うるせえ。今回はお前らに腹いっぱい食わせてやるって決めたんだよ。だから腹いっぱい食え。そこまで言うからにはこっちも遠慮しないけど、本当にいいの？どう？遠慮なんて無用だぜ。もう食べられない。お腹いっぱいだわ。しばらくお肉はいいわ。というか、この味を覚えてる間は他のお肉なんて食べられそうにないわね。ごちそうさまでした。人数多かったからみんなお腹いっぱい食べられるか心配だったけど、大丈夫だったみたいだね。だそうだから、クレイ、残ってるものを早く食べちゃった方がいいんじゃない？残ってるものっておめえらよ、あんだけあった料理をほとんど食べ尽くすとか。ステーキが一切れだけか。まあよかったじゃねえか。この肉を味わうならそいつに限るぜ。慰めにもなりゃしねえよ。じゃあ俺が食ってもいいか？ダメに決まってんだろ。ったく、しっかり味わわないとな。それじゃ、いただきまー。食べるのに夢中でピナの分忘れちゃってた。ごめんね、ピナも食べたかったよね。おい、やめろ。そんな切なそうな目で俺を見るな。シリカまで残ったのこの一切れだけなんだぞ。俺が取ってきた S 級食材なのに。でもまた取れるんでしょ？コツをつかんだとか言ってたじゃない。ああ、取れるさ、取ってやろうじゃねえか。だからこの肉はくれてやるよ。
と暗い、かっこよすぎ。キリトと出会う前だったら好きになってるかも。ねえクライン、手に入ったらいつでも声をかけてね。とびっきりのフルコースをご馳走しちゃうから。ああ、その時はよろしく頼むわ。I chose rapture.